るなんてリノちゃんはすげえべや。私なんてまだまだですけど、喜んでもらえてよかったです。どうしたんですか。やっぱり私には大人のデザインでしたかね。いいと思う。本当ですか。冒険してみてよかった。ミヤコは服よりもプリンが欲しかったの。おお、よく似合ってるでねえか。そんなめんこいミヤコちゃんが呼び込みすれば千客万来間違いねえべ。お客さんが来ればご褒美のプリンもたくさんもらえますよ。本当なの。約束なの。呼ぶったら化けて出てやるな。もう化けてる。ほらお兄ちゃん、せっかくのやる気に水を差しちゃダメですよ。みやこちゃんのやる気が消える前に始めるべさ。さあさあ、どなたさんもサンタさんも見てってけろ。おいしいお菓子の移動販売だべさ。一口食べると飛び上がっちゃいますよ。飛び上がっちゃいますよ。うん。あ、ふい。うん。約束。あ、思い出したの。みやこちゃん、おばあさんのためにド派手に頼むべさ。任せるの。プリンのためなの。ここのプリンも最高なの。美味しくて飛び上がっちゃうの。なんだなんだ、面白い店だな。ちょっと見てみよう。おお、どんどん見てってけろ。ミヤコのプリンのためにたくさんお菓子を買うがいいの。